はい、皆さんどうもお疲れ様です。今日は、台風後、明けた日ですね。濁り方はこんな感じです。今日9月21日、7時54分ですね。濁ってますね、やっぱり。昨日ちょっと来てみましたけど、昨日遠目から見ただけですけどね、まあやっぱり濁っております。でも濁り好きな人とか黒ライン好きな人にはいい感じの濁りなんじゃないかなと思います。こんだけ石を下げてって上流の、ね、水も来てると思うんですけど、それでこのぐらいなんで、まあこの後どうなるかは分からないんですが、まあこれよりも減るよりかは濁る可能性がちょっと高いと思いますね。ゴミはないです。その辺がちょっと良かったですね。で、水温を見ていきたいと思います。今日もね、普通にもう何もなかったんでスティックで釣れました。普通のスティック22度ですね。やっぱ下がりましたね、台風で。水温計触ってみてもあんまあったかいんですけどね、3度ぐらい下がりましたね、2日前ぐらいより。はい、今日はですね、そのまま持ってきましたけど、ちゃんとゴミはもちろん持って帰ります。ニューコモモですね、これをちょっと、相馬さんの方からサンプルを送っていただきまして、と、いうことはなくですね、もちろん買いました。まあ予約しないでなんとか、ね、普通に、探して買うことができました。全部でね、一応3色買ったんですよ。マットチャートとこの色と、あと玉砕、買ってみました。とりあえずこの色、今日はピンク&ピンクですかね。これを、ノーマルコモモと、比べてみて、ノーマルコモモっていうか、1個前ですね。今となっては1個前の、9月20日前までは現行の機種だったこの普通のコモモと、飛距離がどのぐらい違うかっていうのをちょっと比べてみたいと思います。で、風が上流側から下流側へ吹いてるんですけど、そうですね、3メーターぐらいから4メーターぐらい吹いてるんで、ちょっとね、そういうこういう飛行テストをするにはあんまり適している状況じゃないですけど、そうも言ってられないので、とりあえずまっすぐ投げてどっちが飛ぶか見ていきたいと思います。よろしくお願いします。いきます。もうね、計測器とかはないんで、なんとなくでいきますよ。なんとなくで、まあ、向かい風じゃないからね、まだいいですね。そんなに激風でもないし、でベイトとかはね、見えないですね。チラ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 と水面にいるような感じもないです。で、下流側にアングラさんが1名いらっしゃるぐらいです。もう1回投げてみましょう。3回投げてみますか。あ、でもボールも気持ちよく飛ぶな、結構。これは多分タングステンウェイトのやつですね。ただのボラカラーです。ただのボラカラーって言ったらボラカラーに失礼ですけど、ベーシックな色ですね。もう一回投げてみます。ちょっと垂らし長めにして、普通にいい感じで飛べます。バチ抜けの時でもこのぐらい飛んでくれたらいいよねぐらいちゃんと飛びますね。じゃあ次、いよいよね、新しいニューコモモ、MRD 搭載のコモモをね、やってみたいと思います。いてて、あれ、ゴムがあった。一応ちょっとゴムをつけさせていただきます。あれなんですよね、こう一応つけた後にこれ一応吹いてあげると少しいいかもしれないですよね。海水が少し飛ぶ、汽水が飛ぶと思うんで。じゃあ、ニューコモモ行ってみましょう。2000円ぐらいで買いましたね。
ラッキー。割引が効いてましたんで、割引に個人差がある店ですね。あ、ちょっとつけにくいかもですね、やっぱりちょっとへこんでるからね、あのこのところカップが。あ、でも大丈夫だ。はい、こちらでいきます。もうちょっとファットなのかと思ったんですけど、あのちょっと他の人のまだね、あのそのプロみたいな人とかの映像を見るとノーマルよりもっと太ってんのかと思ったんですけど、ほとんど変わらないですね。うん、ほとんど変わらないぐらい。気持ち太ってるような気がしないでもないけど、上が縦が同じか、同じかな。やっぱ一番違うのは外見でいうとカップの違いですね。こう水受けが、ここは掘れてるっていう、掘れたってことですね。普通の小桃は1個前の小桃はここはまっすぐなんで、そこが一番違うですね。はい、あとは MRD の実力を同じ位置に立ってやっていきたいと思います。プチーンといかないように。さあ、行きます。なるほどねなるほどね。今はちょっと失敗キャストですね。なんなら普通の小桃が飛んだかもしれない今のはあ、ベイトいた。今はちょっと回っちゃいましたね。僕のキャストがちょっと悪かったです。動きもまあ、うん、ちょっと派手なってる感じはしますけどね。ちょっと強いかな。そうだな。じゃあもう一回行ってみます。このカコンと音は聞こえてると思うんですけどね。この後移動してます。どうだどうだろうね。本当にどうだろうね。微妙ですね。なんならこっちのバタついてるな。ちょっとこれは僕の今のキャストが良くないですね。多分飛ばそう飛ばそうとしちゃってるかもしれない。移動しておきますか。移動しておいて回してね。まあプラス2メーターぐらいかな。ちょっとね、その使う人の技術とかにももちろんよると思うんですけど、プラス 2,3 メーターかな。飛行姿勢も十分は、普通の小桃をウエットちゃんとずらしてあげれば後方重心になるので、どうかなっていうところですね。高見宮さんも言ってましたけど、ウェイトを戻す作業が勝手にっていうか、中で磁石が押してくれるんで、あのバネ式じゃないんでね、ウェイトがこう吸引する力と弾く力と S 極 N 極の弾き返しと戻り吸着での、戻りなので、そうですね、プラス2メーター、うまくいくと3メーターみたいなイメージですね。あ、ベイトいるな。結構いなっこいますね、岸に。やっぱりその動きはどうなんだろうな。まあ、ちょっと濁りなので、ね、それをお見せするにはあんまり適してない状態ではあるんですけど、一応背中ピンクなんで、ちょっと動きだけで、まあ、こんな感じですね。イラ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 ーと、こんな感じ。ほぼノーマルとそんなに大差ないのかな。ちょっとどうだろう。ちょっと一回あれ見てみます。比べてさっきの動き見てなかったんですいませんね。ちょっと動きを見てみましょう。やっぱちょっと外しにくいね。そりゃそっか、
コーンはフラットですもんね、普通のコーンは。まあ、MRD システムの恩恵はエンパシーで受けてますからね、僕は。あの、筑後川で。筑後川のライブで撮った時は、エンパシーの、あの飛距離に助けられたと言っても、おかしくないんじゃないでしょうか。行きたいだけ。行きたいだけ、1.5 メーターぐらい出しして。そうですね、まあ。どうだろうな、その変わらない、こっちの方が浅いのかな。ちゃんと泳いでる感はやっぱりさっきの方がしっかりあるかもしれないな。ウェイト戻してあげればまあ、すごいプロの人から言ったら、なんかそのね、レンジの変化とか繊細なものが変わったって選択肢から出してあるのかもしれないですけど、まあ普通のね、プロでもない、なんでもないアンクラーさんから言ったら、うわ、超変わったじゃん、こう思っていう感じじゃないですよね。ちょっともう一回こっち投げてみようかな。飛距離がね、これももう完成されてるっちゃ完成されてるのかもしれない。神谷美也さんが言ってたことがなんとなく確かにそうだなっていうイメージが感じます。あーでも違うな、 4,5 メーター伸びるかもしれないですね、やっぱり MRT の方が。もう一回やってみます。ちなみに P1.25 ですね、これピットブルの8本網。やっぱりそうですね、3-4メーター、成功すると5メーターぐらい伸びるかな。あ、5メーター、よくて5メーター、基本3メーター前後伸びるかなみたいなイメージですかね。ただそのウェイトのその移動する瞬間っていうものが結構慣れないと、そのカコンって音がしてるんじゃないですか、あの移動するときに、あの音の位置で慣れるといいかもしれないですね。タイミング間違えると、その何ですかね、ロッドの放出するパワーとのウェイトの移動での竿の乗っかる重さのちょうどいい放出の、あの竿にかかるパワーがちょっとなんかずれる気がしますから、あの竿先からルアーを垂らす長さっていうのをちょっと調節してあげた方が MRD の方がいいかもしれないですね。調子こいたいってこと言ってますけど、そんなイメージですね。はい、ということで今日は、コモモ、ニューコモモの、投げ比べでした。プロじゃない一般的な普通のアングラーさんが投げてみた感想でした。感想としてはリップのところのね、そんなしょっちゅう付け替えるわけじゃないから別にいいんですけど、アイがちょっとだけ気持ちつけにくい、外しにくいっていうことと、あと泳ぎがしっかりしやすい感じがする、手前で見てるとですね。あとはそのウェイトの移動に関しては、遠くでね、落ちた先で見てるわけじゃないからわかんないですけど、戻りがいいらしいので、泳ぎ出しが早いと、動き出しが早いというね、わざわざこう竿で振ってウェイトを戻さなくてもいいので、着水直後ぐらいからもういい感じに動くということですね、らしいですね。で、飛距離はイメージで言うと3メータープラスぐらい伸びるようなイメージ、成功すると5メーターぐらいなんか伸びそうな感じですね。で、多分使ったら分かると思うんですけど、さっきも言いましたけど MRD システムの、竿を振りかぶった時の移動するタイミングが慣れない感じだったら、先に竿をぐんと回しちゃって、もうウェイトを移動しちゃった状態から投げた方がいいかもしれないですね。ちょっと一工程入るからめんどくさいですけど、何でもそうなんですけど、なんだっけな、あの、あれもそうなんです、アルゴとかも、ね、僕は結構移動したりから投げる時もあるんですけど、はい、そんな感じです。2000円ちょっとするんでね、まああんまりなくすようなルアーじゃないんですけど、これから秋本番とかボラパターンにいいと思われますので、見つけた方はね、
1個興味ある方は買ってみるといいかもしれないです。はい、以上レビューでした。簡単な。では失礼します。まだゴミがなくてよかった朝です。失礼します。